ってる中川翔子です。なんと今日は朝倉海さんのご自宅にお邪魔してます。こんにちは。海さん、すいません、朝倉海です。突撃しちゃって。いやいやいや、はい、ちょっと今急遽撮ってるんですけど、本当に急遽ですよ。本当にね、あの大変、YouTube ライブされてて、うんうん、私こう寝てて寝起きで、あ、やってるなと思って見てたら、いきなり電話来たじゃないですか。すいません、突然ね、あのライブ中にね、なんか斉藤くんが電話しようぜみたいなノリになって。本当に急でしょ、はい、どこでも掃除からのいきなり証拠です。そう、いきなりびっくりしたよ本当に。そこでも本当にラウンドガールとかやれないかなっていうお話をね、はい、ちょこちょこはね、こうちょっと冗談混じりでね。そうですね、ずっと YouTube で言ってましたもんね。るんですけど、はい、やっぱり今本当に一番楽しみなのは朝倉兄弟参戦バンタム級トーナメントをやる東京ドーム、うん、本当に楽しみなんですよ。はい、海さんのおかげで、はい、いっぱいライジンの試合だったりとか過去の K1 とかプライドとかボクシングとかめっちゃ見てますよね。マジでなんかツイッター見てますよ俺。なんかこの試合見たとか、この試合面白かったみたいな見るようになって、ね、格闘技オタクになってるじゃないですか。気づいたら、ね、お肉食べながらお家で格闘技見るのすごい美味しいんですよお肉が。ツイッターでいろんな過去のベストバウト教えてくださいって書いたら、うん、格闘技ファンの方がすごい教えてくれて、うんうんうん、マイティーモー対ガオぐらいすごい。マイティーモーすごい来る。俺も見たことないかもしれない。もしかしたら階級差が、体重差すごいのに、はい、もうハイキックでバンと KO しちゃうみたいな。 あの試合か、うん、すごいっすね、面白かった。いやでもね、多分格闘技ファンの人たちも多分翔子さんが格闘技見てくれてるの嬉しいと思う。でも、はい、格闘技ファンの方って結構予想したりとか、うん、であの試合はこうだったって語り合うから、うん、すごくストイックで真面目で怖かったりするのかなと思ったら、すごい優しくて、うん、これも見た方がいいよっていっぱい教えてくださったんですよ。だからバンタム級トーナメントのことも今すごい調べてて、うん、で知れば知るほどその選手のどんな裏側があったとか、うん、どういうドラマがあるとかめちゃめちゃ面白くて、だから海さんのおかげです。ありがとうございます。いやいやいや本当にね、最近本当にあれですもんね、モンハンか馬娘か格闘技の話しかしてないですもん。あと麻雀ね。おじさんじゃん。やばいです本当に。おじさんですよ。だからもう本当に格闘技っていうまだね未知のことがたくさんあるけれども、うん、あれ村田亮太さんのリベンジ戦、あれ1回負けてるけれどももう1回勝った時もあれすごかったですよね。ボクシングも見てるし、キックボクシングも見てるし、総合格闘技も見てるし、プライドもあのゴミさんの試合もハマってる、うん、ゴミさんの試合もね見てたし、そうだからいろいろこれからもっともっと知っていけるように、うん、はい、ちょっと東京ドームまでにさらに勉強したいなと思っていて。いやそうですね、なんか本当に6月13日に翔子さんに来てもらって、うん、もうその応援に来てもらうだけじゃなくて何かやってほしいなって思います本当に、一緒になんか、はい、その勉強すればするほど本当に神聖な世界で命をかけて命を削って戦っているこの聖なるステージ、うん、でも恐れ多いですけど何かお手伝いすることができたら本当にこう人生の宝物の日になっちゃいますね。ぜひお願いしますよ。翔子さん来てくれたらなんかそれであの見てくれる人も多分増えると思うんですよね絶対。でもライジンって本当に女性も見やすいし、そうなんですよ、すごくやっぱり朝倉兄弟のこの快進撃のおかげですっごく間口が広がったじゃないですか、うんうんうん、だからこれは格闘技史上の中でものすごい歴史に残る日になりますよね。もう海さんの試合も何回も見てるけれども、はい、あのアウトサイダーのデビュー戦見たらやめてください。突撃すぎてもうこうやって肩で見てちょっとバーンとアウトサイダーの試合見ちゃダメって言ったじゃない。散々言ったじゃないですか。そこからのね、はい、まず路上から始まって喧嘩から始まってアウトサイダーがあってのこの今があってと思うとドラマなんですよこれがまた。いやすごくこの朝倉兄弟が東京ドーム立つってやっぱりすごいことですよね。どんな気持ちですかこの今1ヶ月前ですけど。そうですね、もう1ヶ月か、うん、もう減量入ってる、うん、減量は、ね、入りましたね。ちょうど入ったぐらいですね、うん、あのうそうですね。でも、うん、トーナメントなんで、ね、絶対勝たないといけないなっていう。いや、うん、もう今年ずっとね続いていくんで、その年末に向けてね。いやそれが本当に心配でね、はい、ちょっと絶対怪我もないように、うん、そして大晦日まで行った時に2連戦そうですね、こんな危ないことありませんよ。めちゃくちゃ興奮するけれども、いやでも覚悟を決めてね今年は絶対優勝しようと思うんで。あの前の動画で1日3カ所とかいろんなとこ習いに行ったりされてるので、あそうですね、そうですね、びっくりしてそんなにそこまでされてるんだってすごいことですよね。だからいろんな技術を、そう、
あの総合格闘技の練習したり、うん、ボクシングジムに行ってボクシングやったり、はいはい、あとはパーソナルトレーニングでその体のフィジカルを鍛えてるとか、うん、もうその分野 の, そのプロフェッショナルの人に習いに行ってるんですよ。今回ってトーナメントを見てると、うん、あの岡田さんとかシュートのチャンピオンだったり、はい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 、で今回やる渡辺シュートさんも寝技が得意だったりとか、うん、そうですね、はい、でそういうのがすごい怖いなと思っているんですけども、あ寝技対策ですか、うん、寝技 もうしっかり練習してやる。うわあんまり今まで、ね、その試合で寝技やってこなかったんですけど、打撃ですぐねパンって倒しちゃうからね。全然寝技の練習もしっかりしてるんで、でもじゃあそのあんまりその寝技の解散を見たことないからこそそういう場面ももしかしたらトーナメントではあるかもしれないですね、はい、それは自信がありますか。ありますよ。うわ面白そう。それはそれで怖いけど見たさもありますよね。あとちょっと質問なんですけど、はいはい、トーナメントで本当にいろんなタイプの選手がいる中で、うんうん、これまでの練習法とまた違う感じにプラスしたり変えたりもしてるんですか。そうですね、でも全部を強化してるって感じですね。でもいろんなタイプの人とやっていかないといけないんで、まあ、誰が来るか分かんないんで、うん、もう誰とでもできるような感じで想定して頑張ってます、うん、じゃあもう目の前の渡辺選手だけじゃなくて、だけじゃなくてもう本当に全体のスキルアップをしてみたいな感じですね。へー、あのすごくこう40歳を超えてらっしゃる、あ今成さん、はい、そう、あの足関って言って、うん、足の関節を決めるプロフェッショナルなんですよ。怖いよ。そうなんですよね、うん、押されてても最後一発で足を決めて勝ったりとか、うん、いやもう結構格闘技ってその最初こういい感じに互角だったりしても一瞬で決まっちゃったりすることがあるし、ね、最後まで気を抜けないというか、うん、最後まで分かんないから、うわ、まあ、そこも面白さでもある、ね、そうだから面白かったりするんだよな。カイ、ね、うん、さんの試合で扇久保さんと戦った時とウルカさんの時はもう何回も見てるんですけど、ムンジェフンさんとのリベンジ戦がめちゃくちゃ好きであああの試合ですね、あの、はい、1回ねちょっと、うん、ムンジェフンさんが勝っちゃって、そうですね、はい、リベンジに燃えるカイさんがめちゃくちゃギラギラしてて、で、あのお互い満身創痍なんですよ。もう本当に血だらけになって、で最後2人とも倒れてて、でもうこうギリギリで起き上がってこうお互いこうなるって、もうなんだあれは、もう本当にね映画にしたいし劇画タッチで想像画にしたいです。書いてください。素晴らしい、あれはなんかお互いを、いやでもあの試合はなんか格闘技ファンがめっちゃ好きな試合なんですよね。でも分かりやすいですよね、初めてその格闘技あんま知らない人が見ても、うん、まあ、多分面白いなって思ってもらえる試合だと思う。カイ、うん、さんの試合全部すごく花があるというか、もううわーっていう大木久保さんの時の飛び膝蹴りもそうだし、うん、そう、それが毛左衛門さんの時も追いかけてって頭掴んで横からこうかってどういう気持ちなんですか。いやもうね、感情がないかもしれないですね。リングに上がった時は感情がない感情がない、もうやらなきゃやられるみたいな感じですね。なんか、うん、なんていうんですかね、普段と多分違うじゃないですか、僕リングに上がってる時の雰囲気というか、別人、めっちゃニコニコしてるのに、そうそうそう、もうね、青鬼みたいな、ね、そう、そうなんですよね。なんかリングに上がった時だけはなんか人格が変わるというか、うわ、はい、すごくね、トーナメント決まった時も目がギラギラしてたりとか、戦いモードのスイッチがあるんですよね。そっか、記者会見とかね、そう、格闘技の話してると真剣な顔になりますね、うん、でも勝った瞬間ね、あの大久保戦で勝った後、みくるさんに抱っことかしてるね飛びつき抱っことかしてて、ちょっと恥ずかしいんだよ、やめてもらっていいですか。友達ほど誰かの背中で隠れてるんだけど、そこをあーもう見たいよってなんかね、いろんな瞬間のそういうなんか恥ずかしいこと言うのやめてもらっていいですか。でも見てるとね、発見がありますよね、はい、いろいろと ね、 そうですね。だからこれから甲斐さんがトーナメントでやっていくのが、うん、もう渡辺選手もね、うん、こうマジカルチョークがすごい決まってらないようにどう戦うのかっていうのも楽しみだし、うんうんうん、あとやっぱその全然違うことをする人、その岡田さんと戦うのとかも見てみたいような気がしちゃうし、だって大木久保さんはね全然戦ってるけど、はい、今度はまた帰ってくるじゃないですか、ね、そうですね、ったら強いですからねやっぱ、うんうんうん、あとやっぱりすごく言われてるのが、もし大晦日で実現したら面白そうって言われてるのが井上直樹選手、はい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 、今 ね、 なんですかね、一番勢いあるって言われててね、みんなに聞かれてると思うけど、そうですね、強い選手なんでね、うん、やりたいですね。うわー、やりたいだって、これは楽しみですね。楽しみですね、うん、あのもう甲斐さんのことはもちろん、うん、もうこんだけ、ね、仲良くさせてもらって、そうするともう多分
もうなんか泣いちゃうぐらいの感じでみんなで応援したいじゃないですか。だけどやっぱりライジン全体に本当に元気をいただいてて、うんうん、今度のミクルさん対クレベル選手もうすごい楽しみで、クレベルさんの試合とかも見てしまってるすごいです。もうライジン全体に何かこのね、元気をいただいてる恩返しというか、少しでも何かお手伝いできたらなって思うんですけど、何かありますかね。いっぱいありますよね。でもなんだろうね、本当にもう何、はい、でもいい、もうゴミ拾うし健康の中にとか、いやだから違うんですよ。ラウンドガールとかが一番あれですかね。ガールっていう感じじゃないよね。もしいやそんなことないですよ。ラウンドガール、それか、こんだけ詳しくなってるから、もう実況席でなんか実況してもらうのもありかなと思って。全然いやそれって知識が、いや1ヶ月でっていうのは結構大変なことですよね。いやでもそんな、なんだろう、 もう今の知識があれば十分だと思うんですよ。なんだろう、その解説する人はしっかりいるんで、うん、まあ、それと別になんか今どういう状況なんですかっていうのが聞く人的な役割っていうのがあるんで、ちょっと一般目線な感じの、そう、あ、いるかもしれないですよね。なんか詳しいね、今どっちかっていうのが分かんないっていう状況を、なんか一般目線として翔吾さんがその他の詳しい解説の人に聞いてもらう立場っていうのもできると思うんですよね。それってものすごくリングサイドで見れて、あの物理的に何が起きてるかも理解しながら見れるとしたら、ものすごくそれも熱いですね。そうですよね、それもできると思うし、うんうん、なんだろう、あとはやっぱ翔子さんと言ったら歌じゃないですか。国歌そんなちょっと恐れ多すぎますよ。いやでもね、そのライジン側もなんかその翔子さんに何かやってもらいたいなっていう話を、ね、僕にしてきたぐらいだったんで。えライジンさんがですか。そうそうなんですよ。あの、え、なんか信じられない、ちょっとごめんなさいね、今興奮しちゃって。ライジンさんが私なんかを認知してくださってるのが信じられない。そんなことある。翔子さんが最近格闘技のさツイートとかしてるのも知ってますし。いや、うかつにツイートできないな。公式にこんなね、地下で中野の地下水吸ってるこんなやつのざれ言が届いてしまうなんて。なんだろう、本当に社長に連絡して突撃しますか。え、ちょっと昨日ノリで言ってたじゃないですか。本当に、はい、榊原さんに、ええ会いに行って、一緒に会いに行って、なんかまあ何をやってもらえるのかみたいな。いつも試合だったりとか会見だったりとかですごくこう覇王のオーラがすごいじゃないですか。いや、そうですよ、もうオーラすごいですよ。厳しい。僕もね、試合前ね、いつも呼ばれて、この選手とやってくれないかって面と向かって言われると断れないです。もうはいってなっちゃいます。あの榊原さん。そうですね、だって今回のトーナメントも立ち上げたり、いろんな人のマッチメイクをね実現してる、すごいお方、うん、そうですよ。ね、カイさんとんでもないことをおっしゃる。すごいことになってきましたね。すごいことになりました、ね、これはすごいことになりました。いやもうこの後電話しておきますよ。いや早いよ、早いよ。アポが、格闘家はね、肉食だから目の前のこと動くの早いですね。早いですよ、はい、すごいですね。ファン冥利に尽きるどころじゃない話になってきたけど、いやこれはもうね、本当にカイさんにご迷惑になってないですかね。いや全然、僕はもう嬉しいですよ、本当に。でもそんなね、これだけこうコラボもさせていただいて仲良くなって、試合もいっぱい見て、この状態で近くで応援できたらこんな嬉しいことないです。少しでも何かライジンさんに恩返しできたらいいんですね。カイさん、お願いします。ぜひね、その翔吾さんの力を、ね、お借りして一緒に盛り上げてください、ライジン。うわー、こんな嬉しいことないですよ。じゃあそれまであと1ヶ月、はい、カイさんも今、ね、調整に入ってるから、はい、全力で頑張ってください。応援してま ます本当に。何より、はい、何があろうとどんな時も応援してます。頑張ります。私たちにできることはいっぱいライジンを見まくること。お願いします。みんなでね、はい、じゃあ次回、榊原さんにトスということでですね、はい、決まっちゃった。何これ、決定ということで、はい、楽しみにしてます、はい、まだね、どんなカードが決まるのかあるかもしれないですね。そうですね、はい、東京ドーム向けてみんなでワクワクしちゃいましょう。はい、ということでこれからもちょっといろんな動きがありそうなので、皆さんぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。またね、またね、カイチャンネルもよろしくね。